これ以上家族に迷惑かけたくない。お願いします。追い出されちゃうんで。いやいや、逆にお母さんに言うよ、私今かないって。あのね、行ってもいいけど場所知らないでしょ。何が家。いや、なんか家にいないもん、老人ホームだ。じゃなくてお家に行っていいよと弟がね。誰もいないもん。お金返ってこないじゃん結局。私だから本当に月末お給料日だから、だからハッキングされなければ、今回のスパークの件もね、あれでハッキングされちゃったから。何ハッキングって。またやられたの、お電話番号とか全部乗っ取られて。どういうことそれ。知ってるでしょ。知らないよ原田さん。そう、余計な話はいいんだけど、今日は払わないよって。私も4000円からどうすんの。ていうか、なんでお金がないのに乗るの。だからさっきも説明したけど、行くつもりなかったけど、 お酒飲みながら奈々ちゃんの配信見てて、ね、お洗濯してね、もう寝ようかなと思った時に、ちょっと狛江みたいな可愛いじゃん、家も乗ってて。じゃあおかしいでしょ、だってお金がないのに乗っちゃダメでしょ。そんなのも分かんないの。だから、いや、だから分かんないんだったらもう警察に行きなよ。だから電車で日吉から来れば、よかった。運転手さん呼んだ方がいいよ、もう分かってないから。毎回これだから、ね、他の人に払ってもらって、そういう手口だから。いや、手口じゃなくて本当に手口じゃん。まあ、はたから見たらそうかもしれない。毎回違う、この人もお金持ってなくて誰かが払うの。警察呼んだ方がいいと思いますよ。許しちゃダメだと思う。もうだってお金ないのに乗ってんだからさ、無賃乗車だよ。あやこちゃん、あやこちゃん、もう反省しな。反省してます。じゃなくて警察行きなもん。あとはじゃあ運転手さん話し合って。私も、え、奈々ちゃんお願いします。お願いって、だって何回目これ本当に。あの、返します。帰ってこないじゃん。いやいや、機長の分もちゃんとその月末に6000円払うし。なんで払わなきゃいけないの。私が呼んでもないのに、勝手に来たのに。お金ないで無賃乗車した人の料金をなんで払わなきゃ。電車で行くつもりでした。電車で来ればよかった。なんでタクシー使ったの。早く会いたくて。じゃあ私たちは会いたくないが2人で今やってんだからさ。じゃない。じゃあ運転手さんお願いします。あとは、お願いします。奈々ちゃん、知ってるよ。やばいっしょ、やばくない。お金ないのに来るんだよ。それで返すからって一回も帰ってきたことないからね。やばいっしょ。関わっちゃダメだよ、あの子。帰ったっていうか、もう警察に行くんだよね。だってお金ないんだから。ねえ。警察行くの。だってタクシーの運転手持ちんだから。警察だよね、もうね。でもまあ3日ぐらいに出てこれんじゃない、捕まっても。ただあの運転手を許しちゃうかもしんないね、もしかしたらね。今度ってさ、つけみたいに。知らないけど、そっからもさ。だってお金ないんで4400円とかだよ。だって私たちまったりさ、面識やってたんだよ。面識でずっとやってて、いきなりピンポンつって。しかもピンポンって言ってさ、ウーバーイーツですって。で、出てったらタクシーの運転手だったら、みたいな。ウーバーイーツじゃないんですかって。多分、愛子ちゃんがそうやって言えって。言ったん、指示したんだろうね。
ウーバーイーツって言って、あそこ開けてもらえる？いる？なんか話してる。話してる？そうだよね、ウーバーイーツって言ってたよね。ウーバーイーツ。なんか話してた。うまくない？それで開けたらタクシーの運転手でお金払ってくれみたいな。怖いよ、助けて。今日ちょっともうちょっと近づいて。怖い、マジで。今日あれもうボディーガードだね、アール君は。でもすごくない、その手口。毎回毎回オートロックを開けたりとかさ。え、あ、タクシーの運転手がウーバーイーツですって言ったのか。だからタクシーの運転手ですって言うと多分私が開けないじゃん、愛子ちゃんが言ったの、うん、怪しむじゃん。だからウーバーイーツだったら開けんじゃないかと思って言わしてんだよね、愛子ちゃん。そういうことでしょ。そんな嘘つく必要ないじゃん、タクシーの運転手がさ。ねえ、そういう風に言ってくれって言わしてんねん。悪質だよね。毎回毎回私タクシーの料金払ってね、返すって言っても帰ってきてないんだから。いくら払ったの今まで。え、なんで来たの？あなたに会いに来たって言ってたよ。怖い怖い、映るの。あなたが、イケメンだから会いに来ちゃってて、会いたいからって。気に入ったんじゃないの？気に入られちゃったんだよ、ハル君。それなに、話し合ってる感じ？ちょっともう一回見てきて、もう一回。もう一回見てきていい？開けても大丈夫。開けても大丈夫だよ。何話してるか分かんない。入れないで、中にも。なんかさ、お金がないのに乗ること自体が悪いことだっていう思ってないんだろうね。誰かが払ってくれるみたいな。お金なくてもタクシーに乗っちゃうんだよ。やばくない？本当に。やばいんだろう。この間家に入れてちょっと調子に乗ってんだろうね、多分ね。ご飯もまた食べ、また家に入れてくれる。もうめんどくさいが入れる？なんか逆恨みされても嫌だし。配信的には家に入れて3人で話すとか、説教するか、それとも、誓約書みたいなの書いてもらう、これ今後。今日は助けるけど。今後やったらもう許さないよっていうの。だからタクシーの運転手もかわいそうじゃない？もうずーっとだよ。ずーっと外にいるんだよ。仕事できないじゃん、あの人。警察も多分呼ばないと思うんだよ。呼ばないで話し合ってる感じ、今。呼んでくださいって言ったの。タクシーの運転手呼ばないんだよ。面試中だよ、しかも。私たちまったりさ、イチャイチャしてるとこにピンポンってさ、ウーバーイーツです、みたいな。私が呼ぶ？そしたら私も説明しなきゃいけないじゃん、私から呼んだの。お外はお外で勝手にやってほしいんだけども。多分後で聞かれると思うけどね、警察来たの。多分ね。どう？アル君。あれ、いない？捕まった？まさか話しちゃってんじゃん、ほら捕まっちゃってんじゃん。何だって何だってそれ何持ってきたの？あ、プレゼントです。はい、何これ何なのこんなん。どっから盗んできたの、また川崎のアゼリアが盗んできたんだろ、また
はい、こっちいらないこれ。なんだって？5000円。え？5000円って言ってんの？くれって言ってんのこれで？いや、サンバイザーあるから、サンバイザーもある。いらないもん、シャネルのサンバイザーでしょ？もう入んな。ほっときな。わかる？あの上等手段。私が呼ぶんじゃなくてタクシーの運転手が呼ぶんだよ。そうじゃない？タクシーが呼んでもらわないと。また誕生日プレゼントも。もう。はい。何？R くん？ダメだよ、なんで。R がツイッター、じゃあツイキャスで前面させてくださいって言ったから、じゃあ連絡どうするの。そんなこと言ったの？うん、奈々ちゃんから聞きますって言ったよ。いや、うん、いや教えないって。適当なのらしいです。優しい。なってないじゃん、この人。それさ、うちの親んとこ行くとか言ってんだよ。マジで言ったら許さないよ。俺ね、奈々ちゃんのお母さん家行くって。前もあったんだよね、うちのお母さん実家に来てお金取ったこと。勝手に来て。実家あったでしょ、前も。うちのお母さんが払った時あったよね。なんかうちのお母さんもし見てたら絶対に出ないで。お店に来て来たりとかしても絶対にお金あげないんで、もう。うん。多分今見てんじゃないかな。ママ。今ね、愛子ちゃんがまた家来て。見てたよ。だからね、ママんとこに行くみたいな感じで脅してきたのよ。いや、なんかもし来たら出ないで。出ないでって玄関開いてんのに。どこの？店やってるもんだって。今、それ知ってんだよ、愛子ちゃん。お店に行くってことじゃん。じゃない？来ても、まあ相手しないで。そういう風に私に言われたって言って。うん、これ配信してんの？あ、してるしてる。じゃあ見てるよ、愛子ちゃんだって。あ、そうね、うん、じゃあ行かないんじゃない？うん、もし来たらそうだね。うん、ごめんね。分かったよ。はーい。はい。すごいね、それ脅しだよね、親のとこ行くって。実家の方にねえ、そうし払わないとそうするよって言うんだよ。逆に私が実家行ってやろうかな、愛子ちゃんの。マジ知ってるかな、全部言いに行こうかな。親に言う？治んないよね、ほんとね。詐欺だよ、詐欺。毎回ね、脅しみたいに、なんか、なんとかしなきゃこうだよ、とかさ。だから、R くん気をつけた方がいいよ。狙われてるよ、あなた。マジ。急に家の近くとかに現れたらそうかね。お家まで玄関とか、あの、オートロックとか開ける人だからね、勝手に。突破して。実家なんか特定されたら大変だよ。いや、ほんとに。
実家に来るか。これは切れられる。うんね。もう帰った方がいいかも。逆に。それかずっと家にいるかも。一旦退散。危ないかな。うん。危ないから今日は家から出ないか、もうすぐ帰るか、その二択だね。でも私も帰った方がいいと思う、うん、また来ちゃうからね。今日は R 君狙いなんだ。あれもね、もろそうじゃん、ね、昔のコマみたいで可愛いじゃんとか言ってたもん。私がなんかコラボして売名させてあげるみたいなこと言ってたんだよ。そういう風に言ってなかったの？ね、私とコラボ、あ、ね、あれすればみたいな、有名になれるかなみたいな感じでしょ。送ってもらおうとしてる？え、そうだ、知らないと思う。だってタクシー乗ってたし。もう行っちゃった？いや、わかんない。ちょっと見てきてくれる？もう一度。TikTok 閲覧中に。やっぱこの間家に入れたのがちょっとね、ダメにしちゃったのかな、また。もう家は出禁の方がいいね、ほんと完璧。お餅に入れてご飯食べさせちゃったから、また激しくなったんだろう。急に来ても大丈夫みたいな。まだいる。ん？まだいる。タクシーが。いるの？うん。で、警察呼んだのかな？絡みたい？ R 君に聞く。愛子ちゃんと絡みたい？絡みたくない。配信者として。いや、俺、わかんないですよ、正直。知らないです。存在は知ってますけど。確かに彩子ちゃんと絡むとみんな大手になるよね。それ怖いよね、あの誕生日プレゼントとかね。毎回理由をつけてくるじゃん。なんか持ってきたよと、これあげるからとか、うん、あんな靴下いらないよ。いや、帰りなんじゃなくて目の前にまだタクシーがいる。シャネルの座んな、こう水飲む、冷たい。ある？うん。いや、誕生日プレゼント持ってきたからって。だってこの間もらったじゃん、なんか蛇柄の、蛇柄のなんか財布みたいのもらったじゃん。ヤミーに電話してる？なんで？金貸してって？ミュートなってるって。なんてねえや、もう。お前ふざけんなよ、バレたって言ってんだからよ、お前よ。いやいや、ミュートバレてないと思ったんだね。私にバレないように裏工作をしようとしてたんだ、なんかね。そういうことだね。みんな見張っててね、あちこちの枠ね。なんか動きがあったら私の教えてくださいね。何か動きがあったら私に即教えて。まあ、お外にいるけど。いきなりすみません。R くん帰るの見たら車に乗せてって言いそうな、今は出ない方がいいと思うんだって。やっぱ今日出ない方がいいよ。うちに泊まんな。機長くんの枠に今度行ったの？何、機長くんにまたなんじゃない、お金払わそうとしてんの？一応くスイカかなんかやってんじゃないの？ちょっと教えてもらって。つかまれ、つかまれ、さっさとつかまれ、つかまれ、つかまれ。警察来たって？え？マジ？しょうがないよ、だって無線飲食、無線乗車の。もう捕まんないと反省しないよね。同じことをする。だよね、みんなに。だって普通に、だって犯罪行為だから、無線、無賃乗車は。友達だとしても、ダメよ。毎回ね、
泣いたりとかしたりとかして演技してさ、私たちがいつもお金払ってんだから毎回5000円とか6000円とかさ、機長くんもこの間5000円払ったし、車もこすっちゃったしね、あやこちゃんせいで。損後頭被害得てんだよ。ねえ。こっちにも来るかな、ピンポンって聞きに。なんか言いそうじゃね、今友達があそこに家の中にいて、みたいな。友達がお金払うって言ったのに払ってくんないんですとか言いそうじゃない？そう。なんかそういう風に言いそう。約束してたのに嘘ついたんですよとか言いそうじゃない？それでピンポンって来るんじゃない、こっちに。ね。絶対か。友達に呼ばれたのにってね、配信しててみたいなさ、騙されたんですって言いそうじゃない？機長くんに6000円貸してって言ってたの？また？あっちが当たりますよ、成田さん。無賃乗車は犯罪ですよ、成田さん。出ないの、電話ね。ダメだからね、あんな風に。関わんないんだったら、久しく話しちゃう。うわーって来るからね。マジ。怖さを知らないでしょ、あやこちゃんの。知らない。レベルマックスだから、あの人。普通の人じゃないかも。犯罪者だから、マジで。でも、しょうがないよね。今まで呼ばなかったけど、もうこうするしかないよね。ねえ。そうしないと毎回4000、5000取られて、もう何回目ってメンバーシップやってると来るんでしょ、あの人。それでメンバーシップに移って、私がメンシップ移ったから、ちょっとお金ちょうだいよって増えたでしょ、私のおかげでって言うんだよ。何人増えたのって。それね、私のお金増えたんだから、ね、お小遣いちょうだいよって前がせびってくるの。それ帰ってって言うと、ここでさ、急に具合悪くなったふりをすんの。とか言って。救急車呼んで、救急車呼んで、とか言って。3時間ぐらいにね。そうなのよ。そういうことがあったの、今までメンバーシップの中でね。これはメンシップの中で起きてることね。メンバーシップでそんな大事件起きてんのよ、何回も。いや今日もメンシップやってたから狙ってきたんだよ。なんでメンシップの時に来る？なんかそういうお金が私でおかげで増えたでしょって。その作戦。で、多分 R 君も気に入ったんじゃないの？かわいいと思った。その言い方は悪いよね。親んとこ行くぞとか言うんだよ。いや、ダメだから、愛子ちゃんって払わないよって言ったら、運転手さんね、警察呼んでくださいと、この人お金ないんでって言ったら、じゃあいいよ。ここはママんとこ行くからね、とか言って。ここはママんとこ行ってお金もらうからとか言うんだよ。おかしくないみたいな。脅しだよね。やめてって言ってんのに、そういうの。で、私が、じゃあ、もう、警察、ちょっと出て、ピンポン。あそこで出て、警察？はい。はい。はい。遊ぶ約束をしてたっていう。してないよね。遊ぶ約束なんて。二人でメンバーシップでイチャイチャしてたのね。あ、そしたらピンポンってなって、ウーバーイーツですって。え？って。頼んでないけど、リスナーさん頼んだのかなって。で、何頼まれてますかってさ、とか言うんだよ。え？って、食べ物ですかみたいな。なんか、内容は何ですかって言ったら、ウーバーイーツです、みたいな。
男の人の声ね。あ、それで奪いつきたのかなと思って玄関出たら、あやこちゃんとタクシーの運転手が立ってたのよ。え？って、タクシーの運転手さんですかって。タクシー止まっててね。あ、そうです、みたいな。奪いつわってたら、タクシーの運転手もなんか下向いてさ、黙ってんのよ。そしたら、あやこちゃんが、なんかハッキングされてなんだらかんたらで、みたいな。もうマシンガントークでね。今タクシーで慌ててきて、あやこいいじゃないのってさ、昔の狛江みたいで気に入っちゃったわ、とか、一緒に遊びたいわ、みたいな。そのなんか、ナナちゃんちょっとで貸してよって、お金貸してよとか言って。ね、それでタクシーの運転手がレシートかなんか出してきて4400円だっけ？これちょっと立て替えてよ、ナナちゃん今度返すかなとか言ってね。来月給料が振り込みがあるかなみたいな。なんでこの間さ、機長君に5000円払ってもらって、さらにプラス私たちからさ、1000円ずつじゃんけんで買ってもらってんで、4000円もらって、4000になってんだよね。それから、だって、まだ3日ぐらいしか経ってないんじゃない？あれ月曜日だもんね。月、火、水、木。まだ3日しか経ってないんだ。3日ぐらい。ねえ。2日？ 2日とか3日とかだよ。その手口がやばいね。前のお家の時もね、うちオートロックついてたんだけど、いきなりピンポンって来たの。あれってオートロック開けてないのにって。そしたら、なんか、あちこち近所いろんな部屋にさ、ピンポンして。ピンポンして友達が開けて、意地悪して開けてくんないみたいなこと言ったらしいの。意地悪して開けてくんないんで開けてもらえますかみたいな。で、狛江くんちの時もそうでね、あの、出前と一緒に入ってきたりとかね、ずーっと待ってて。ああ。狛江くんちにね。あの子引いてる？え？誰に？怖い。助けて。怖い。まだいるよ。ああ、ある子はいるよ、ほんとに。もう隔離されてんのよ、多分ね。運転手さんと警察が来てるから、今。どうなんだろう、もう病気なのかな、そういうの。いた？いるけど、うん。多分パトカーに乗せられてる。乗せられた？うん。じゃあ、あれだね。事情聴取だね。うん。でも、あやこちゃんもうまいから泣いたりとかさ、すいませんって言ってさ、結構それで帰ってきたことあるからね。そのまま実家に送ってくださいとかさ、実家まで怒らせるかな。すごいね、演技力。急に泣き始めるからね。この間だって何回泣いたよ、だって。3回ぐらい泣かなかったの。ねえ。あ、まだ止まってんね、車ね。配信で今、言ってるし、絶対に、まあ、7時過ぎても、同じ銀行なら反映されるかどうかわかんないんだけど、あ、反映されるわ。私この間1000円助けてもらったのね、リスナーさんに。明日の会社の工事じゃないって言って、それで8時ぐらいに、じゃあ7時ぐらいに頼んで8時ぐらいに存在紹介したら入ってたから、平日だから大丈夫だ、なんでお願いできませんか、お前さん。で、なんで今日文中の家に行ったの？だから今言ったよね。だからそのお金でしょ。いや違う、たっぷり来ないかと思ったの。それでとっさに高タクシー呼んでたの。あ、R くんが狛江くんに見えたってこと？それで呼んだ後に、ね、間違えるわけないよね。乗ってる時に狛江じゃないの気がついて、あ、どうしようと思ってもう乗っちゃったから。間違えるわけないでしょ。引き返すんだったら奈々ちゃん家まで行った方がいいかなと思って。そういう感じ。
小前くんもダメだよ、助けちゃもう。で今どこにいるの、そこ。行くの。でしょ。で本当に次警察呼ばれたらどうなるかわかる？うん、わかる。もう絶対本当だから今回だからこの間のことでも絶対死んないと思ったの。泣くよ泣くよこれ。お酒のせいにしちゃったなんだけど。普通だった本当だったら今日仕事だったんだよ本当。じゃあ仕事すりゃいいやん、お金ない。ね、理由はどこへ、じゃあその奈々ちゃん家まで行くタクシー代はどうしたの？え、タクシー代はどうしたの？タクシー代だから足りなく、ね、払えなくて。足りないじゃないでしょ、払えないでしょ。呼んだみたい。丸々だよ。足りなくてって。アンチから奈々ちゃんが出るのもあるんだけど、今横に警察の人いるから。お願いします、小前さん。じゃあ宮前平まで来れる？宮前平まで。もちろん。もちろん。え、運転手さん、宮前平までに、この方が、ちょっと待って。来てくれたら、お金を。運転手さんに聞かない。あ、じゃあ、タクシーで。待って、運転手さんに代わってもらいます？まあ運転手としては払ってくれればいいんだもんね。ちょっと待って、もうちょっと歩かないと。これやばいで、これ。あそこの今一番近いセブンでおトイレ借りたから、今そっから払ってもらえればもう帰れるもんね。待って、でタクシーの運転手さんに、でこっからどれぐらいかかる？小前市でも、もうかかってもいいからさ。え、待って、警察もいるの？まとまったお金が入るから。警察いるの今？持ってない。いるよ一緒に。え、どういうこと？あっちの方にいる気がする。え、どういうことって何？どっち？え、あそうか、寝起きだから。でも分かるでしょ。遠くの方に。寝起きでも分かんない。降りてんだ。運賃で乗ったってことになってる。あ、じゃあ誰か払ってくれる人がいるからって。そう、多分リスナーの方が詳しい。いう感じで降ろしてもらったのかな。待ってるんだと思う。タクシーの運転手。でそのだから、貸してくれるなら宮前平のあそこのマンションの前までとか駅とか指定してくれれば、まあ現金だから三菱銀行の前とかでもいいし、駅前に貸してくれたら。もう払う？助かります、ありがたいですね。小前くんの方にも行っちゃうんだよ。小前さんしか。だって私が出す。あれ？アリス？ん？アリス？R くんが出すの？今、奈々ちゃん家の付近。だって俺いらないし、本当に。来たよ。何がいらないの？だって、モンジョリもだって回収しようとしないんでしょ。5000円。もう絶対に払わないって。私は払えませんって。まあ、それはそうだろうなと思って。俺、5000円。R くんを出しちゃダメし、全然関係ないじゃん。それ、私があげたお金だし。ミスを、いらないし。でもダメだよ、やっぱ出しちゃダメだよ。ダメだよね。また来ちゃうかな、そしたら。お金ない。ダメだよ、ダメだよ。あいつの今年しかダメだよ、みたいな感じで。多分言われたんだろうね。周りに困れないでね、みたいな感じで、多分。本人は私とコラボしたいらしいんだけどね。売名したいらしいんだけど。そうなの？そんなこと言ったの？話してきたから。めんどくさいから、あ、わかりましたっつって、じゃあツイッターフォローしますねっつって返ってくるでしょ。そんなあやこちゃんとしたいなんて言ってないでしょ。いや全然こっちから丸め込まれてるって何よ。全然こっちから言ってない。今日しようよ、夜でもっつって。もっとやんないよ。だから申し訳ないけど、今日は無理ですね。今日は無理ですね。じゃあちょっとお母さんに聞いてみますって言って、戻ったらやっぱなぜかダメだっつって言って、ウーバーイーツって言えって言ったのやっぱあやこちゃんのね。モンジョリ払わないでしょ。払いませんよ。だからなーちゃんはもう今日は会えないと思うから、だから今から宮前平に行くんでお願いできませんか。だから今から。それはもう小前くんが出すか出さないかだよね。だからそのタクシーの運転手さんいい方で、知らないわ小前くんのとこ行ったらね。止めてくれたのメーター。それでその気になったら、ね、その小前さんの家まではかかった分をいくらかちょっと分かんないけど、
でお借りしたいです。お願いします。じゃあ宮前平まで運転手さんに行って、うん、来て、はい、じゃあもういなくなるかな、あの子帰った方がいいな、うん、これね、向かったらね、逃げた方がいい。あ、もしもし、タクシーの運転手かな、今、運賃がないということで、はい、で、小前くん8000円、1万円ぐらいかかるよ、これ。はいはいはい。やっぱ払わね、払うんで、お客様がお支払いされるんですか？いくら貯まってるんですか、今、メーターは。もう貯まってますけど、はい、運賃自体はもう確定しちゃってるんで、貯まって動いてないですよ。あ、それ、おいくらでしょうか？合計で4200円なんですけど。4200円。警察に言われてんのかな。もしもーし。電波がないのかな。4200円だよ。この間のお金どこ行ったのに、あの4000円は。最悪や。もしもーし。あ、もしもし、すいません。銀行行ったのかな、ポスト、合計額で4200円なんですね。はいはいはい。はい。宮前平に行かないといけないんですか？あ、宮前平の駅で。に行かないといけないんですか？はい。そこにずっといても、そこにずっといてもお金一生払われないんで、はい、キリがないんで、はい、もう動いた方がいいですよ。いや、まあそうなんですけど、その行くまでのお金を払わなきゃダメだよね。メーター入れてもらわないと。もしもし。あ、もしもし。それを言わないと。駅まで。駅の、はい、交番の前まで。あ、あと交番の前まで止めたまんま来いって言ってるかと思うじゃんね。交番の前までお願いします。交番ですね。はいはい、じゃあそちら行けばいいんですね。はい、はい、そのお金払うんでって言わなきゃダメです。でお金持ってくんで僕、はい、お金持ってくんで、はい、お願いします。あ、もしもし。はい、僕が今お乗せしてるお客様は、はい、お乗せしてそちらに行かないといけないわけですかね。あ、そうです。そういうこと。ということはそこまでの運賃は大丈夫ですよ。はい、わかりました。それは大丈夫でございましょうかね。それでコマヘッコお金なかったらどうしよう。わかりました。じゃあそんなことあります。今からで、あなたはそれを追いな、車に、はい、え、あれ後ろかな、追跡。じゃあ今から外壁にして、はい、すいません、よろしくお願いします。ちゃんと近々 LINE でもうすぐ着きますとか言った方がいいですか、ね、はい、はい、よろしくお願いします。あ、でも危ないか、知らないとこだ。いや、大丈夫です。コマイクにも会えるよ。あ、そっか、行こう。もう準備した方がいいかもしれない。12時から寝てないもんね。気象君じゃない、これ。はい。なんで、あ、まあ、お前そっち側ね。そっち側って何？大丈夫？大丈夫。大丈夫。私も見てるわね。はい。お邪魔しました。また。はい。で、そうで、失礼しました。今から追跡するって不安の方で、はいはい、皆様ありがとうございました。お邪魔しました。R君の枠で
やるって、私ももう大丈夫なのこれ、はい、解放しても。いってらっしゃい、頑張って。はい、はい、頑張ります。何？リスナーさん、お邪魔しました。アルコン。はい。え？ちょっとびっくりした。もらってないよ。もらってないし。靴下だけ。靴下だけです。靴下だけです。そうそうそう。なあ、こっちゃない。サンバイザーもなってないね。サンバイザーもなってない。ない、靴下じゃ返してこれ。靴下ちょっと隙間かな。靴下しかもらってないよね。はい、いなくなったの？ないの？うん、そのパッと出ちゃう。パッとパッと。じゃあね。気をつけて。じゃあね。はい、大丈夫かな、閉めちゃう。私はもう